さあ、それでは各地区予選を勝ち抜いてきた8人のジョッキーベイビーたちをここで改めてご紹介していきましょう。1枠1番、北海道地区代表、大池ゆりかさん、12歳、中学1年生。枠2番、北海道地区代表、木村和志くん、12歳、小学6年生。3枠3番、関東地区代表、石井桃香さん、13歳、中学1年生。4枠4番、関東地区代表、市川陸くん、13歳、中学1年生。5枠5番、長野地区代表、永井貴則くん、13歳、中学1年生。6枠6番、関西地区代表、名倉健人くん、12歳、中学1年生。7枠7番、関西地区代表、出口里穂さん、13歳、中学1年生。落ちて、8枠8番、九州地区代表、吉永彩乃さん、9歳、小学校4年生。今大会の最年少ジョッキー、全国ポニー競馬選手権第3回ジョッキーベイビーズ、発走予定時刻は11時50分です。もう間もなく発走です。さあ行きましょう。5秒前、4、3、2、1、スタート。さあスタートが切られました。綺麗なスタート。真ん中5番の永井貴則くん、長野県代表、好スタートであります。内の方から外に切れ込む感じで2番の木村和志くん、外の方からもいいスタートを切っているのは6番の関西地区代表、名倉健人くんですが、さあ強い強い、馬場の真ん中からやや外目を通って永井貴則くん、さあ永井貴則くん200のハロンボを通過した。そして外から3番の石井桃香ちゃん、この2頭の一騎打ちでありましょうか。外らち沿いを石井桃香ちゃん、関東地区代表、桜とのコンビ、今先頭で石井桃香ちゃんゴールイン。石井桃香ちゃんです。先頭ゴールインは3番の石井桃香ちゃんと桜のコンビ、まだポニー競馬を始めて日の浅い桃香ちゃん、見事に東京競馬場の大舞台、外らち沿いに馬を持って行って、そして先頭でゴールインであります。昨年に続いてこれで関東地区代表が2連覇。曇り空でも晴れ舞台、勝ったのは石井桃香ちゃんと桜のコンビでした。小学校4年生、さあ今日はどうでしたか、レースを終えてみて。楽しくできましたか。さあ将来の夢は。もうね、もうみんなで待っていますから頑張ってくださいね。今日おめでとうございます。ありがとうございます。最後ね、ババの真ん中から外に、で、それからのね、速さはすごかったですね。ご自身乗ってらしてどんな感じでしたか？すごい速くてよかったです。ワクワクしました？はい。ももちゃんで、そして馬がさくらちゃんですね。ももちゃんとさくらちゃん、ももさくらコンビだったわけですけれども、馬との呼吸はうまく取れましたか？はい。嬉しいですか？嬉しいです。ここまで頑張ってきたね、甲斐がありましたけれども、じゃあ桃香ちゃんの将来の夢は何でしょうか？ジョッキーです、ね、今日ここからね、ジョッキーになりたいという女の子は2人ということで、ぜひその日を目指して頑張ってください。はい、本当におめでとうございました。